どうも、ねるです。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス HD 実況していきたいと思います。前回ですね、結構混乱していたんですけども、ようやくボス部屋の鍵のところをですね、たどり着きまして、やっと入手できたというわけです。ちょっとね、裏作業で回ってたんですけど、このダンジョン、音楽というか環境音というか、それがすごい眠くなるんですよ。眠くなっちゃって、で前回の動画とか結構深夜に撮っていたんですね。で撮ってて多分途中動きが止まってた時があると思うんですけど、多分それ寝落ちです。はい、すいません。寝落ちしてしながらも攻略してるんですが、で今回は、まあ、昼間に撮ってるので大丈夫だと思うんですけどね。あれじゃない？これが気になるんだけど届かないんだよな。で、これ上から戻って、ボス部屋の鍵を取って戻ってきて、どうすんだろう。これが動いてないんだよな。ってことはこれを動かさなきゃいけないはずだから。動かす装置ってこっちじゃないのかな。やっぱりこれな気がするんですけどね。どっかにスイッチがあるのかな。ちょっと調べます。
ちょっと調べさせてください。どこだったかな。で、ボス部屋の鍵を手に入れたので、ボス部屋の鍵を手に入れたら、ここから降りることは降りるんかな。で、この穴、金網つかめるのかな。届かないよな。ここは3階か？違うな。なんとなく分かった気がする。分かった気がする。こういうことじゃない？で、こっち行くんだ。無理だよね。弾き飛ばされた。
よし、着いた。で、これが動いて、突然ヤンに到着。さて、ボス部屋行きますか。やっと来れた。
どうすんだろう。ボス部屋に入ったけど、何これ？ボス部屋に入ったものの、上に行くにはどうしたらいいんだ？あった。これか。これか。見づらいって。これどうすんの？落とされたよ。
感じなのかな。
ダウンしてるときはダメージ与えられないんだ。4つ目のかけらだ。これで全てが揃ったぞ。なあリンク、ペンゼのおっさんたちが言ってたことを覚えてるか。陰りの鏡をなくすことができるのは影の一族が認めた王様のみだっていうこと。なんと陰りの鏡をかけらにすることしかできなかった。だから奴は偽物の王なんです。エグ、鏡の間に急ごう。所詮偽物は偽物、いくら着飾っても本物には勝てないってことを証明してやろうぜ。ハートの器を手に入れた。